どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はイベント情報のお知らせ、2月に入りましてね、2月はねいいイベントがあります。2月16日埼玉県川口市イオンモールの中にある、会場でガズレレイベント開催いたします。このイベントはですね面白くなると思います。8ビートに特化したちょっとプログラムでやってみようと思います。あ、もちろんですけど、通常とかいつもの通りね、みんなでね歌おうとか、みんなの質問に答えたりとか、困ってることにも答えたりとか、そんなこといろいろ楽しくね、あとほとんどはね、私のいい話自分で言っちゃった、本当にねもう楽しいイベントで、いつも皆さん本当涙を流しながら帰っていただいけてるようで、もう本当に感謝なんですけど、ぜひ皆さんもご体験くださいませ。もちろんねガズレレイベント来てくださったことある方ももう大歓迎ですよ。あと言いたいのは、お一人様も本当に超絶大歓迎なんでね、もう本当ご安心してきてください。私がいるから大丈夫。もちろんお仲間同士、家族もね、もう来てもらって、もうみんなでね思いっきり歌いましょう。やっぱね、一曲をみんなで弾くって楽しいんですが、はい、やりましょう。8ビートのことちょっといろいろ考えてくれてありますね。皆さん上達しちゃいます。いろんなもんが上達。こういうテクニックのことだけじゃなくて、こっちのね、どういうこう心持ちでとか、なんかその楽しみ方っていうかね、これからずっと楽しみたいわけですからね、人生において。そういうことも深く話していきますので、2月16日、ご都合をつく方はよろしくお願いします。お問い合わせは、島村楽器店さんまでお願いします。はい、それに続くイベントとしましては、3月15日は、茨城県水戸に行きます。水戸ですよ。はい。お待ちくださいね。4月の4日は佐賀です。九州佐賀、久しぶりに行きますけどね。盛り上がりそう。はい。で、4月の19日は西です。いきなり西行きましたね。こっちはちょっとね、限定に参加人数がちょっと少人数制になってますんで、少人数っていうか、ちょっと急ぎの方がいいかもしれませんけど、こっちの方も各、島村楽器店さんまでお問い合わせくださいませ。今年もね、ディープなイベントいっぱいやっていきますんで、よろしくお願いします。あとはこのウクレレの情報とか、このリュックの情報とか、なんかね、いろいろあるこのキャップとか、このストラップとかね、いろんな T シャツとかもグッズ売ってますよ。この水引きもね、ガズの、両親がこの手作りでハンドメイドする、そういうのもね、ありますんで、ホームページ、とにかく全部ホームページで見てください。ここに見れば大体のことわかります。アプリもね、始まってますから、ガズレラアプリの、ガズレシピ。もう盛りだくさん。イベントも盛り盛りやってきます。皆さん、待ってますよ。ご参加ください。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。